ボートレース琵琶湖開設67周年記念 G1 琵琶湖大賞5日目の第11レース、2つ目の準優勝戦です。1、2、3、4、5、6、コースは枠なりでしょうか。対戦メンバーとコースです。インコースには1号艇埼玉桐生純平、2コース2号艇佐賀上野慎之助、3コース3号艇滋賀丸野和樹です。4コースに4号艇大阪松井茂、5コース5号艇兵庫魚谷智之、6コースに6号艇滋賀森田俊介です。ここやはりインの1番の桐生が人気の中心、予選得点率は2位で通過しました。人気対抗は地元の若手3番丸野、昨日は着順成績的には予選トップ通過と思われましたが、しかし不良候補の減点で8位までランクダウン。しかし今日は誕生日、明日の優勝戦進出への切符をゲットできるかどうか。しかしここは桐生をはじめ松井がいます、魚谷がいます、そして地元エース森田もいます。大激戦区、注目の第11レース準優勝戦、スタートまでまもなく10秒となります。3対3、外3艇から進入開始。進入コース、インコースから1番2番3番、ダッシュ4番5番6番です。第11レース準優勝戦、2秒前1秒前、スタートしました。まず新型がいいスタート、2コース負担、上野がトップスタートか、一周の1枠、1番2番が競り合ってちょっともつれたか。さあチャンス到来か、3コースか、3番の丸野が一気に刺して、ここで先頭3番の丸野です。そして2番手争いは混戦模様です。まず4番5番2番が並走状態か、1番の桐生は現在は5番手付近、まだしかしここは2番手争いの要素、6番の森田は現在最高峰6番手、先頭は3番の丸野で第2ターンマーク繰り返し、スタートは正常でした。注目2番手はここで4番の松井が上がってきたか、すぐ後ろには1番2番、1番桐生も現在は3番手並走状態です。内が2番上の外、1番の桐生3番手並走状態、後続5番魚谷、最後6番の森田、3番丸野和樹がもう独走態勢か。そして注目2番手以降ですが、4番の王者松井がしっかりと2番手か、いや1番2番伸びてきました、1番の桐生、桐生がぐんぐんバックステッチから伸びて迫ってきました、4番の松井のすぐ後ろ、もうへさきかかってまいりました。まもなく第2ターンマーク、4番の松井のすぐ後ろ、1番の桐生がここは攻めてまいります。内へ入ってきた1番の桐生が2番取り返すか、すぐさま差し返して4番の松井です。しかし1番4番4番1番2番手争い、2番手争いまで持ち込んだ1番の桐生です。現在は4番の松井が一定進か判定進理の僅差です。4番の松井の内に入っていく1番の桐生、最終第1ターンマーク、先頭は3番の丸野和樹、一周の一マーク展開うまくつきました。そして現在2番手は4番の松井、内からもう一度1番の桐生、桐生がここはまたまた飛ばしてまいりました。また2番手並走状態を持ち込んで1番の桐生がここはさばいて逆転なるかというところ、先頭は3番の丸野、今日は誕生日、見事にここはユースキップゲットか。そして1番4番競り合って内から1番の桐生がここで逆転、2番手浮上か、上位体系が3番1番か、そして2番4番まだ3番手接戦、先頭3番丸のゴール、2番手1番の桐生で3番手争いは2番4番接戦、ゴールゴール写真判定、後続5番の大谷、最後6番の森田がゴールいたしましたが、ただいまのゴールは写真判定中です。ただいまのゴール3着4着は写真判定中、接戦が続きました。熱戦の第11です。激戦区らしい力のこもったレースでしたが、ゴールも写真判定となっております。ただいまのゴール写真判定中、確定が出ますまでしばらくお待ちください。お待たせしました、まもなく確定が出ます。第11レース準優勝戦1着、地元丸野和樹選手です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。そして地元 G1 初の優勝戦進出、おめでとうございます。ありがとうございます。そしてお誕生日もおめでとうございます。あ、そうでしたね、はい、28歳最初の1着がね、メモリアルの1着ですね。はい、価値がありますね、はい、気持ちよくレースできましたか。できました、はい。振り返りましょう、第11レース準優勝戦です。はい、進入は内から1番2番3番4番5番6番です。大事な大事なスタートですけれども、はい、ちょっとできるだけ行こうと思ったんですけど、さすがにちょっと80で早いなと思ったので放らしてもらいました。はい、1112ぐらいのタイミングでんですかね。はい、ちょっと2番は早いんじゃないかなと思ったんですけど、はい、はい、その2号艇がまずレースを作っていった、はい、1マークはどういう狙いだったんですか。あ、もう行ってくれたので、あのいいのかなっていう感じで、はい、刺、はい、しました、はい。コンディション的にはどうだったですか、うねりも含めて。あ、結構ありましたね、今日が一番あったと思います。そうしたコンディションで納得のターン、落ち着いたターンができた。
もうそうですね、展開一本ですけど、しっかりさせたので良かったと思います。これは昨日のレースも踏まえてのことでしょうか。そうですね、はい、もう今日は思い切り攻めていこうとずっと思ってたんですけど、はい、まあまあ結果オーライですね、はい、ですよね、はい、改めて船橋の仕上がりお伺いいたします。はい、今日が一番良かったと思います。いい調整ができたと思います。そうですか、はい、全部がいいのか何か特徴があるのか。出足よりですけども全部良くなってると思います。伸びもやられる人いないですし、はい、はい、いいと思います。そして丸野選手の場合は仮にコンディションが少々悪くてもそれが逆に強みになりそうですもんね。そうですね、多少風吹いてくれた方がもしかしたら展開があるかもしれないので、はいはい、明日仮に3号艇と想定しましょう、はい、うん、イメージとしてはどうですか。もう何でもできるようにしっかり準備したいですね。安子内君もいい船橋しているので、うん、はい、いろんなことを想定していきたいと思います。わかりました、はい、それでは G1 発制覇に向けて一言お願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援お願いします。グラッツェ。